はい、こんにちは。沖縄おばばでございます。はい、今日もうちの芋畑から中継でございます。はい、ナチュラルなね、はい、自然なニュースさんからまたとんでもない記事が出てきました。どうやらあれですね、ニューヨークタイムズですね。はい、ニューヨークタイムズが恐ろしいことを言っているみたいですね。はい、まあなんていうのかな、食料が足りなくなった時にね、昆虫食を推奨しているわけなんですけど、ね、あちらの人たちは、はい。まあ、昆虫だけならね、まだしもね、とんでもないことを言い出しました。まるでね、なんていうのかな、50年代ですね、はい、1950年代に、C の国でね、食料不足がものすごい大飢饉があったんですけど、その時ね、死んだね、亡くなったね、亡くなってしまったね、ヒューのまんまをね、食べたというね、記録があります。まだ、亡くなっているからまだいいんですけど、ニューヨークタイムズこれ、ヒューのまんまを食べようって言ってます。まあ、食べる時が来たみたいなこと言ってますよ。これ冗談じゃないですよね。はい。なんていうのかね、現代にはね、別に、肉じゃなくてもね、植物性のね、タンパク質がございますんで、で、まあね、実際ね、それで食べてずっと生涯通してる人もいます。向こうの国のね、はい、日本は違いますけど、はい、まあ、市のお国とかね、あと台湾とかね、中華圏ですね、中華圏の坊さんは割と厳格です。はい、菜食です、全部。まあ、日本でもね、禅宗あたりは、まあ、菜食ですね。はい、まあ、そういうことなんですよ。なので、もういいじゃないですか、もう、肉なんて、はい、思います、はい。そんなに食べたいんでしょうかね、はい。いいじゃないですか、豆腐とかで。はい。もう大豆のタンパクでいいと思いますよ。あと、ね、小麦粉からもね、作れますからね。はい。日本でもね、生炭って言ってね、煮付けが売ってますからね。グルテンのね、まあ、オフですね、オフ。はい。グルテンのね、煮付けが、はい、売ってますから、生炭。はい。これね、マクロビの方たちはよく食べてますよね。はい、まあ、そういうことなんで、ヒューマンを食べましょうなんていうことをね、食べる時が来たみたいな、そんな記事書くのはやめてくださいって思います。本当にね、キモいです。はい。なんというかね、向こう側の意図が見え見えでございます。はい。まあ、恐ろしいことですね。はい。そう思います。とにかくね、動物性のね、肉がなくても大丈夫ですから。はい。もう、アホなことは書くなと思います。で、ニューヨークタイムズがこういうことを書いたというのは、まあ、結局はね、その50年代のね、C の国のね、大飢饉並みのことがこれから起こるよっていうことの予告編でもあるということなんでしょうねって思っておりますけど、いかがでしょうか。ああ、ちょっとね、これね、ちょっとあんまりにもね、うって思う記事でした。はい。まあ、あっち側のやりそうなことではありますけどね。はい。植物性のだけで人間生きていけますので大丈夫です。はい。そういうことでございます。はい。まあ、肉がなければね、魚もいますし、魚も。はい。まあ、魚がね、全滅しなきゃね、動物性のタンパクはね、魚でも取れますしね。はい。まあ、そういうことでございます。もうね、キモい記事ばっかり書いてますよね。最近なんかニューヨークのタイムズも。はい。まあ、あっち側の意図が、まあね、
よく見て取れるような内容でしたということでね、皆さんに、お伝えしたいと思いました。はい、多分これ晴れるとは思いますけど、もしかしたら晴れない場合は途中までとさせていただきます。はい、自動翻訳でね見てください。よろしくお願いいたします。沖縄おばばでした。